どんな 感じ? 結構いい感じ? いい感じなのか... そうじゃないか、ちょっと... いい感じですか? ちょっとさっき 失敗したって言ったんだけど また順調に... いってるんですか? そういうの考えてるんだけど 素材が足りないです。なるほど。 今の段階で、って言っちゃう、そういう、なんか、難しい作業があります? ちゃん、俺はもうダメかも。ちゃんに進んでください。 この情けない二人に、スタッフの方たちが、さらに、3分。 ありがたい。追加を。 今日一日でこれできるかな? もうちょっと買わなきゃいけないか。 順調ですか? まあ順調って言えば順調だけど、なんだやっぱ薄いわ。200です。はあ、全然足りないな。 キャンセルにして僕のマスター同じ落としたはい落としました。ありがとうございます。ああ、難しいわ。ダメですか？なんか自分が知ってるバランスがあるんだけど、こうなるとバランスが分かんない。そのバランスは自分しか知らないですね。 まずやってみよう。先生、あと2分です。あと2分ですか。あと2分です。なんだよ。なんでこうなってったの。こうなるんだよ。ああ、終わったね。 事故ですね。あ、先生、さながら終わりです。終わりかよ。え、閉めちゃいます？はい。笑ってるし。終わったんだけど、全然足りないな。おお。はい、というわけで。<笑><笑> 6回目の事故です。スタッフの方から今ブレスレットをカメラに向けて見せてくださいっていうあの指示が、ちょっと見せるところまで。<笑><笑>あ、これ指輪です。指輪です。はい、指輪です。はい。あ、でも結構いい感じに目指したんだけど、もったいないですね。今 この玉がどこに飛んじゃっているかわかんないです。大変ですね、ブレスレットを作りは。そうですね、繊細な作業ですね。僕はこういうふうに作ってみました。おー、チャーミン。まあいいね。大したもんじゃありません。はい、あ、でもいいよ。ありがとうございます。まあでもブレスレット、特にあの、伊藤さん、こういうところにこだわって作ってみましたっていうこだわりポイント 教えてください。まずは、だから普段つけやすい。はい、つけやすい。はい、そういうパターンに目指して。つけられない。そうですね。つけやすいんだけど、結局はつけられない。っていうものになりました。まあ、途中まで順調だったのに。でも、作ってみたら意外と、自分の、自分たちのあの、好みのある、 玉をちょっと使って、なんか、高級ではないんですけど、もう、なんか、
十分素敵なブレスレットを作れるっていうことにはもうなりますよね。そうですね。まあ、ということで、今日の東方神起のしょうがない、今日はブレスレット作りに挑戦してみました。楽しかったですね。楽しかったですね。じゃあいいです。そうです。皆さんもぜひまた機会があればちょっと挑戦してみてください。以上、東方神起でした。